おはようございます。主の御名を賛美します。アドベント第3週に入りまして、来週はもういよいよクリスマスですけれども、皆さんの人生にどんな主がプレゼントをくださるか、期待ですね。昨日はダビデ保育園で土曜学校って小学校卒園した人たちね、小学生が40人ぐらいかな集まって、私礼拝の奉仕したんですけど、イエス様がどれほど素晴らしいプレゼントかっていうことをメッセージしたら、小学生の男の子たちが、それすごくね超すげえじゃん感動してくれてよかったなと、ゲームしたりして、なんかでも可愛かった子たちがもうすぐ1年2年でもうだいぶ違う、本当に大人っぽくなってて、あの子たちはどこに行ったんだろう全然見る影もなく成長して、本当にすごいな見る影もなく成長して、素晴らしい、もう誰か分かんないぐらいの子もいましたね。でも向こうは覚えててくれて本当に感謝でしたけども、皆さんの祈りに支えられて、子どもたちもすくすくと成長しております。私は神奈川県の川崎市出身で、川崎っていうと何を思い浮かべるかっていう、刑務所でも聞いてるんですけど、大体もう郊外とかね工場なんか有害なインフォメーションしか出てこない私の故郷はどうなってんだで、小さい時本当にそうなんですよね、もう疑いもなくそうなんです近くに多摩川っていう川が流れてるんです。その多摩川っていうのは向こう岸が東京なんですね。でその神奈川県と東京を分けてる川ですけど、川崎ってこう横に長いんですけど、その上をこう多摩川が全部流れてるんですね。だから川崎って言ったら大体どこも多摩川の河川敷があるんですけど、私たちの住んでいた、4歳までそこに住んでたんですけど、戸出っていうところで、そこはもう本当に河川敷のすぐ近くなんですけど、すごいこう数のバラックがあって、そこで生活している方々がいました。で、ある、皆さんに前お話ししたかもしれないですけど、こうたくさんホームレスの方がいるので、うちの前も結構通るんですよね。で通るとですね、私の母の兄が結構冗談の好きな人で、そのある特定の男性が通るたんびにですね、たかし、あれがお前の本当のお父さんだぞとか私は父親に怒られるたんびに、あの本当のお父さんはもっと優しいんだろうなと思ったりして、早くあのお父さんのところに行きたいなと思ったりしたこともありましたけれども、その話をしておじさんと一緒に笑ったりしてましたけれども、とにかく、川崎ってホームレスが多いんですね、の人たちが多いんです。で駅前にもすごくたくさんいて、私たち引っ越してきて駅の近くに来ましたけど、今度は例えば高校生になって電車で東京に行こうとすれば、もう駅まで歩いていく間にもたくさんいたり、もう夜中に帰ってくれば深夜その終電で帰ってきますよね。そうするともう駅の構内がホームレスの方々でいっぱいなんです。そしてもう足の踏み場もないぐらいですよ、本当に。である日その人たちが突然いなくなったんですね。あれどこに行ったのかなと思っていました。まだちょこちょこいたんですけども、あの大量の方々はどこに行ったんだろうなと思っていたんですね。でこう学校に行く時に通るので、顔見知りの人もいるんですよ朝挨拶をしてね、お今日も学校かみたいなね、頑張って行ってこいよみたいなね、頑張って行ってこいよってこっちも声かけたいぐらいなんだけどなんかすごくこうね、広い方だなと思ったりしてましたけど、そういう人たちが急にいなくなったと、どうしたんだろうなと思ってたんです。である日こう、私はプールに行くのが好きだったので、川崎のゴミ処理場があって、そこのゴミ処理場の火力を利用した温水プールがあって、そこはもう100円っていうめちゃくちゃ安いので、そこに通ってたんですけど、そこに行く途中でなんか上りが見えてきたんですね。プラカードみたいなのがこう貼ってある地域があって、そこに行ったら、そのホームレスの方々の施設の建設現場で
大きく反対とかね、立ち退き要求とか、出て行けって書いてあるんですね。それが上りが立ってたり、そのこういう弾幕がついてたりして、工事現場にで、ああこれ反対運動してるんだなぐらいは思ってたんですけど、まだ立ててる途中だったんですね。でしばらく経ったらそこが立ちました。で立ったらそういうのってなくなるのかなと思ってね、諦めて思いましたけど、立った後もそこに立ってたんですね、そういう上りが。で立ってたってことはもうそこにホームレスの方々は一時的に入所して、そして自立支援を受けて社会に復帰するっていう、そういう施設だと思うんですけども、その自立、今から自立しようとしている人たちがこう、その出ていけとかね、立ち退き要求って書いてある施設に入っていく姿って、なんか何とも言えないものでした。で私保護司になった時、こっちに来て一番最初に保護司になった時に必ず見せるビデオがあるって見せてもらったの。それは、青森県の、その更生保護に携わっている人はみんな知ってることだということでした。でそれはニュース映像でした。 NHK のニュースの映像でした。1980年代の話でした。この地域の話です。こちらの地域でもその刑務所を出てきたりした方が、身寄りがなくて家族のが受け入れを拒否しているので、行き場所がない方って結構いらっしゃるんですね。でそういう方々を、一時的にその働く場所を見つけるまで、引き受ける施設が必要じゃないかということで建てようってなったそうなんですね。でもそれを建てるとなった時に、もう建設も用地も確保してさあ始めるぞっていう段階になったら、もう地元の住民に猛反対されたっていう、そういうニュース映像でした。多くの人たちが鉢巻きに反対と書かれている鉢巻きを締めて、のぼりを持って絶対断固拒否っていうのぼりを持って戦って座り込んでいる姿を見ました。でそのこともあって建設は中止になったということでした。今そういう人たちの施設はじゃあないのかっていうと、今の青森県の県庁の近くに法務局があるんですけど、そこが保護観察所も入ってるビルなんですけど、その敷地の中に昔県の職員さんたちが感謝に使ってた施設があるんですね。そこを今そういう人たちの施設にしてるんです。でも何分小さいものですから、そこで受け入れに限界があるということで、多くの人たちは他県にも行ってるんですね。でそういう話がこう面々と受け継がれてきて、今日も朝、まあ、ずっと前から話題になったものですけれども、東京の港区で児童相談所を建てるって言ったら、すごい反発があると。なぜこの高級な場所にそんなものを建てるんだというふうにすごく反発があったという話題がずっとここ最近続いてますけれども、このような人たちには本当に居場所が必要なんですね。そしてもし居場所さえあれば、この人たちはほぼ自立できるんです。でもそれができない社会、できない地域にいたとしたら、また犯罪に走ってしまったり、また気落ちして自信をなくしてしまって、もう俺の人生なんかどうでもいいやというふうになってしまう人が本当に多いと。子どもの時代からもしそれを知って育ったら、自分が相談できる唯一の場所が地元の人たちから反対を受けているという場所に、もし子どもたちが、これからの日本の未来を担う子どもたちがそこで育たなければならないとしたら、どれほど悲しむべきことなのかなと思いますね。でも私たちもある時、そのホームレスの方々やその子どもたちや、そして受刑者の方々のように、突然居場所を失ってしまう可能性もないとは誰も言えないですよね。もしかしたら家庭の中で居場所を失ってしまったり、職場を失ってしまったり、友人知人関係の中で本当に拒否されたり拒絶されたりすることが、私は起こらない、絶対起こらないとは言えないんじゃないかと思うんですね。私は、自分はそういうのけものにされたりすることは絶対にないと思ってた時期がありました。中学生の時ですね。私はまあ自分で言うのもなんですけど、結構人気があったんです割と人気があったんですね相変わらず冗談めいた生き方をしていたので、面白い人だという認識で、ね、付き合っていただいてたんだと思うんですけども、
ある時ですね、私のことを好きになってくれた女の子がいたんですね。素晴らしいですよね。でもですね、恋っていうのはですね、一人ではできないんですね。で、私は特にその女性に興味がなかったんですけど、まあ、仲のいい友達ぐらいには思ってたんですけども、大変なことにですね、好きだというのが分かって、もうそれだけならいいんですけれども、彼女がですね、割とその学校の中での一大勢力の、まあ、トップクラスの、その、なんていうんですか、牛耳ってるっていう言い方がいいのかどうか分かりませんけれども、割と有力者だった、有力な方だったんですね。そして私はこの有力な方がですね、夜公園に呼び出されまして、そして、告白されたんです。甘酸っぱい話をしておりますけれども、好きですと。好きですだけだったらまだよかった、付き合ってくださいと言われたんです。お付き合いする、好きですって言われる、お付き合いするの、いい友達だけどお付き合いするっていうのは話別だなと思って、いやちょっとそれはできないと、他に好きな人がいるということで言ったんですね。そしたらその場で泣いてしまったんです。はあ、女を泣かせるなんて最低の最低の人間だ俺はと思いながら、なんでもかわいそうだけどどうしようもできない、じゃあ泣いたから付き合うよってわけにもいかないので、どうしたらいいのかって思いながら、こうごめんねごめんねって言い続けて、そして、帰っていったんですけど、後で分かったんですが、その公演の現場にはですね、彼女が従えている、もしくは自分と密につながっている方々が山ほど来ていて、見えないところからその光景を見ていた。私がその子を泣かせたっていうのは、もうすごい速さで学校中を駆け巡りましてですね、次の日私は学校に行ったら、でいつものようにこう挨拶をしたらですね、いつもおはようって言ってくれる女の子が誰も私のおはように対して返事をしてくれない。おはようって言っても知らない顔して、中にはもうあからさまな人もですね、おはよういやそんな、なんだ、何が起こったんだ、でも何が起こったのかなんとなくわかる一大勢力の有力者に対して私が取った行動のゆえに、この仕打ちなんだ。でやがてですね、本当にもう全学級のクラスの女の子がそうでした。そして、最初は男の子もはそのこと知らないので、1日目普通でした。2日目普通でも、3日目ぐらいから男たちも何かを感じ取って、ね、女子の不穏な空気を感じ取って、やっぱり女子を怒らせると怖いっていうのは本能的に男性は分かっているので、なんかだんだん日をごとに男性もよそよそしくなっていく、男の友達もなんかよそよそしくなっていくんですね。やがて私は一人ぼっちになりました。そして数週間それが続きました。本当につらかったです。もう行って朝から晩まで一人で何も喋らずに、何も喋らないだけじゃなくて、もともとそういう誰とも喋りたくないという性格の方だったらそれで全然いいんでしょうけど、私むちゃくちゃ喋りたい人むちゃくちゃ喋りたい人なので、喋りたいんですよめちゃくちゃ喋りたいし、めちゃくちゃ笑ってたいし、冗談とか言いたいのに、先生とかが何か言ったら冗談とかで返してわーってクラスを笑わせたりしてたので、なんか先生がツッコミどころがあることとか言ったらもう言いたくてしょうがないけど、言うとすごいしらーってなるんです。人間ってそんな変われるんだなと思いましたけどね。これは絶対みんな笑ってくれるはずだと思って言ってみて、それが仲直りのきっかけになるんだと思って言ってもしらーっとして、もうこれがこんな辛いことあんのかなと思いましたね。もうこれいつまで続くんだろうと思いました。そして何週間も経ってずっと一人ぼっちで、私はこれがいじめなんだなということを初めて分かりました。こんな辛い思いを、それこそ私の場合は何週間かで終わりましたけれども、居場所がなくなるってこんなきついことなんだなということを初めて分かりました。
私は、まあ、そのことを経験して、もしかしたら皆さんの中にもそういう居場所を失った経験、また失っている方っているのかもしれませんけれども、あのクリスマスの夜、まさに私たちの救い主もそのことを本当に味わったんですね。身重になった奥さんが落ち着いて出産に備えることのできる場所がないかどうかって夫のヨセフは本当に一生懸命探したと思います。どこにこの妻を休ませる場所があるんだろうか、どこにこの私たちの大切な神様からお預かりしたこの大事な子供を産む場所があるんだろうかって、どうかお願いしますと、どうかお願いしますと一軒一軒回ったと思います。宿にはって書いてありますけれども、当時はですね、その特別に私たちの時代のように宿があったり民宿があったりホテルがあったりと、そういうことではないんですね。この時代って、聖書に基づいて旅をしてきた人を泊めて、そして、面倒を見なければならないというのがもうことわざのように義務のようになっていた時代ですから、誰か来たら泊めてあげるのが普通でした。でもそういう時代の中であってもこの二人を止めたくないという人たちが全員だったということですよね。ベツレヘムのあの村でなぜそう思ったのかなと思うんですね。それはもしかしたら彼女たちの姿を見て、貧しいその身なりを見て、はあ、思ったのかもしれない。そして身重のマリアを見て、はあ、と思ったのかもしれない。面倒ごとはごめんだと思ったのかもしれません。彼らは、ヨセフとマリラは人が住むような場所ではない場所に導かれていきました。そこがイエス様の誕生の場所になりました。全宇宙を創造し、人々の不信仰に対しても本当に忍耐を持って接し、そして愛し続けてこられた主、その主の御子の誕生が人に追いやられて、人が住む場所じゃない場所へと追いやられていったというのも、本当にこの神様の姿、旧約の時代もそうなんですね。皆さんは旧約聖書をよく読まれているのでお分かりになる方も多いと思いますが、主はいつも愛してこられて、主はいつもこのイスラエル選び取った人々がどうしたら幸せになるかというのをよくご存知で、そのために導こうとしてきたのにもかかわらず、いつも人々は不信仰な方向に走って、そして神を捨てていきました。そしていつもその神を捨てたことによって自分たちが何か本当に痛い苦しみを受けたり試練を受けたりして、その度ごとに主のもとに立ち返って許されて、そして愛をまた感じ取るということがずっと続いてきました。そして新約の時代に入って救い主が来た時も同じことをしたんですね。この救い主の地上での生涯はどうだったのか。旧約の時代、主がそうされたように、この救い主の人生も同じでした。高いものを低くし、低いものを高くする、主はそのようにすると、それは神の国が来てもそうだとおっしゃいましたけれども、あらゆる病を癒し、人に差別されている人たちに寄り添って、そしてそのことによって自分が攻撃されてもお構いなし、そして権威を持って、あらゆる神の国の利益を人々に解き明かしました。人々は感動して、あ、この方は素晴らしい方だとイエス様に従ってきました。でもイエス様が故郷であるナザレに帰った時に、故郷の人たちは救い主イエス様というよりは、あの貧しい大工の息子ヨセフとしてイエス様を見ました。それは偏見でした。先入観でした。そしてイエス様は残念ながら故郷に錦を飾りたかったと思います。そしてそこでも自分たちと一緒に過ごしてきた仲のいい人たちに対して何かしらのことをしてあげたいと思ったに違いありません。でも彼らは不信仰でそれを拒否しました。何もしなくていいと言ったんです。いらないと言ったんです。ですからイエス様は故郷のナザレで何もすることができず、そこでは何も素晴らしいことが起こりませんでした。そしてあの日、十字架の日です。ゴルゴタの上に
十字架が丘の上に十字架が用意されて、そこに向かう最中も人々から罵られてあざけられて、そして十字架の上で笑い者にされました。十字架の上で死ぬ前に、父よ、なぜ私をお見捨てになったのですか。主はその居場所を全ての領域から失うという体験をしました。地上からはのけ者にされて、あざけられて、罵られて、お前なんかいらないと言われました。そして天の父なる神様からもその声が聞こえなくなりました。その絶望ってどういう絶望なんだか私たちは分からないですね。でもこの絶望こそ居場所を失った絶望なんだと思うんですね。人々は救いというものの意味と救い主の意味が見出せずに、そのことを拒絶しました。イエス様は十字架の上で言われました。父よ、彼らを許してあげてください。自分が何をしているのか分からないのですと言いました。もしこの目の前で十字架にかかっている方が自分たちの人生を根底から変革し、そして永遠の命という素晴らしい希望をもたらしてくださり、日々の必要を私たちが思っている以上に満たしてくださる方だということをもし知っていたら、人々はそうしなかったと思います。実際イエス様が病を癒し、悪霊を追い出し、日頃から自分たちを苦しめている権威ある者たちに対して立ち向かって、その人たちが尻込みするほど大胆に歩まれていた時、彼らはイエス様に従っていきました。この方だ、自分たちの思い通りにしてくれる方だ、その方に従っていきました。でもやがてイエス様の語る神の国というのが明らかになりつつなってきた時に、自分たちの思い描く思い通りの王国、地上の王国イスラエルとイエス様が語る永遠の都エルサレムの意味が違ってきました。その時に人々は、この人は自分たちの思い通りになる方じゃない、そう思ったんですね。ですからこの神は、この救い主は私には必要ない、そういう決断を下した。それが十字架です。この十字架の周りにいた人たちは、その時代そこにいてイエス様に反発した人の姿が描かれていますけれども、これは人間の姿であり、私たちが救われる前にその周りでまさにそのようにしてたということを聖書は語っているわけです。この人たちは永遠の救いが目の前にありながら、自らの自由意志を持ってその救いを拒否した、その姿です。まるでこれは一番最初に創世記の時代に、この聖書の一番最初に描かれているあのアダムとエヴァの物語、彼らも本当に自由を与えられて、神様との交わりを深く持って、エデンという幸せという、そういう意味の場所に住んでいたにもかかわらず、そそのかされて、神様が与える幸せよりもっと自分たちの願う幸せがあるという、それを蛇にそそのかされて、取って食べてはならないという実を食べてしまいました。そして幸せからも出ていかなければならないという、そのような悲しむべき出来事が聖書に書かれている。それと全く同じことをしてしまったということが描かれています。でもあのゴルゴタの丘の十字架の上、そこで主の御業が終わらなかったことは本当に幸いでした。主はよみがえったんですね。主は復活されました。そして今も働いておられる。どう働いておられるのか、それが今日の御言葉に書かれています。ヨハネ14章、主は言われます。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきて、あなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。人は主を拒絶しました。お前なんかいらない。そのことに対して私たち人間だったらどうするか。報復したいな、怒りがこみ上げ、そして何とか私にそんな辛い目に遭わせた人に何とかしてやりたい、そう思うかもしれません。主も怒りに燃え上がったかもしれません。でも
結果的に主は何をしたのか。それは私たちを、そしてそこで拒絶した人さえも迎え入れようと、そのように言っておられるということです。人間を滅ぼし尽くしてもいいはずですし、いらないと言われたからにはその権利もあるし、主はそのことをする力もあります。でもそうではなくて、父の家に住まいを用意する、それが今主がなさっている大きなご計画のうちの一つの目的だということができます。私たちを迎えるのだと。しかもその場所にはたくさんの家がある。この地上には土地があって、私たちの場所には土地がない。土地の問題も関係ない。土地が限られているので建てることができないということはありえない。そしてその場所では差別がない。そしてその場所には格差がない。その場所には平安しかない。そしてその場所には拒絶がない。そこにたくさんの居場所があるということです。いらないと言った人にさえ場所を用意する。なんて太っ腹な方。どうですか皆さん、考えてみてください。私たちが一軒家が欲しいと思ってもお金を求められますね。土地を求められます。そしてそういう身分を求められます。保証人が必要かもしれません。でも天の父なる神様は、そんな家などいらないと言った人たちに対してまでも、あなたの家が用意しよう。いつかあなたがそのことを気づくまで、そのことを信頼して、あなたのための永遠の住処を用意しよう。よくこの14章の1節か3節は、葬儀でも読まれたりする箇所ですけれども、でも主は私たちの永遠の都だけに関わっている方でしょうか。違いますよね。今も私たちの家をこの地上にも作ろうと働かれているんです。私は京都に、本当に信仰を持ってから間もなくですから、証明を受けて、3ヶ月ぐらいでしたね。それから、本当に証明を受けてまだ半年も経たないうちに京都に行って神学を勉強することになりましたけれども、愛すべき福沢先生に最後に、故郷を離れるときに、高志君、信仰の友を与えられるように祈ってるよって言われたんですね。その意味とそのことの重要さがあまり分からなかったんですけれども、ああ信仰の友って持った方がいいんだなということを思いました。なんかそうなんだなと。いないんです、私は信仰の友が。父や母や、とは家族の絆ありましたけれども、それも、だいぶ崩れかけているものでしたから、すぐに友になれるような関係の修復ってなかったですね。徐々になってきて、今では父と信仰の友になっているなっていう実感ありますけれども、本当に私は信仰者としては、育った川崎の教会の人たちは私のことを祈ってくれて、私を友だと思ってくれてたと思いますけれども、私はその人たちのことをよく分かりませんでしたから、友と言える人、一緒にいつも連絡を取り合ったり一緒に祈ったりする人っていなかったんですね。で、京都に行った時に、聖和キリスト教会というところに通った時に、私は30歳で大学に入り直しましたけれども、そこには18歳とか19歳とか若者がたくさん大学生がいたんですね。同じ大学の人もいましたし、京都だから立命館大学とか京都大学の学生さんたちもたくさんいました。みんなクリスチャンだったんですね。そしてみんな夢にあふれて、本当に主のために使えたいという思いで仕事の選択をしていったり、また卒業した人たちが信仰的な戦いにあったりして、共に祈り合ったりしている、そういう集いに参加するようになりました。そこで本当に友が与えられました。その聖和キリスト教会に実は行った最初の日、ある人が主任牧師は大竹先生という人が主任牧師だったんですけれども、新しい伝道師が来たと紹介されました。私は初めて行った教会ですので、伝道師っていうのがいるんだと思って、そういう知識もなく証明を受けて聖書を学ぼうとしてるからちょっと浅はかなんですけど、伝道師っていうのがいるんだ、なんか駒使いみたいなことやるのかなと思ったりして見てましたけど、実はその人がですね、神奈川県から来たと。お。そしてなかなか顔もいい、
お、で音楽が好き、なるほど年は同じ、何と、その人は小林大輔先生という先生でした。素晴らしい先生でした。その先生のメッセージと大竹先生のメッセージ、そしてそこにいる若者たちの交わりで、私は本当に養われました。2年間通いましたけれども、すごく大きな宝物で、信仰の友っていうものの意味が分かりました。居場所だったんですね。そこで本当に信仰の養いを受けたために、その同志社での神学の学びも本当に祝されました。これが信仰の友を持つ意味だったんだな。福沢先生はきっとあなたの居場所の作られる喜びを感じるよって、そういうメッセージだったのかもしれません。この前義塾に、ハイ BA という高校生のための伝道をしている団体のリーダーが来ました。その人と話していたら、同い年、音楽が好きで、そして私が京都にいたという話をした。実は小林先生を教会に誘ったのは彼だったんですね。そして今でもつながりがあるという話をしてました。神様は本当に不思議な方で、私たちに居場所を用意したいと願っておられる方で、私たちが一緒に祈り合って、一緒に支え合って、やがて天の御国の本当の永遠の住まいに帰る時まで、この地上でも私たちに住まいを用意してくださっている方だということを本当に覚えて、感謝だなと思うんですね。しかもそのために、本当だったら私たち罪を犯した罪人が、すいませんでしたと謝りにこちらから出向かなければならないはずなのに、それなのに神様の方から来てくださって、ヨハネの黙示録に何て書いてあるでしょうか。私は戸口に立って叩いている、扉を叩いているというんですね。今でも主はあのクリスマスの夜にしたように、一件一件拒絶されながら、すいません、今日あなたに福音の訪れがあるんです、どうしてもあなたのところに入りたいんですと言いながら扉を叩いておられる。そしてあなたと一緒に何をしたいか、もしその人が扉を開くならばどうなるかということが書かれています。見よ、私は戸口に立って叩いている、誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。勝利を得る者を私は自分の座に共に座らせよう。私が勝利を得て私の父と共にその玉座に着いたのと同じように。すごいことじゃないですか。私たちは神様と同じ王座に着くことができるということです。すごいじゃないですか。これを聞いても、ああ、御国には差別がないんだな、上下関係がないんだなということがわかるじゃないですか。なぜならそのことは歴史的事実になったからです。この地上においても主が人の形を取ってこられて、私たちを友と呼んでくれた。そのことが私たちの希望であり、本当に福音だなと思うんですね。今も主は皆さんのために働かれて、この地上でも、そして永遠にも住まいを用意してください。その目的のために生きて働かれておられます。どのような形でそのことが表されていくでしょうか。期待してクリスマスにそのことを覚えて、主に願いっていきましょう。居場所を与えてくださる方に感謝を持って祈りを捧げます。主を感謝します。私たちはあなたに居場所を提供できなかったにもかかわらず、あなたは私たちにはるかに勝った居場所を提供してくださる方であることを感謝いたします。本当に絶望があります。希望がなく、私たちはどこに行けばいいのかと本当に悩む時があります。しかし主よ、私たちは行き場所があります。あなたが用意してくださった場所です。そこにはあなたとの深い交わりがあり、平和があり、愛があり、素晴らしい栄光が表される特権があります。感謝します。そのことをあなたがただ一方的な恵みによって私たちに与えてくださったことを心から感謝します。そのことを本当に覚えてクリスマスに向けて歩んでまいりますので、どうぞ祝福してください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは聖餐式を行いますので賛美しましょう。